最初の300台だけではなくて残りの1000台もお正月ぐらいには届くんじゃないかなというふうに思われますね。お正月、ドワーフ3で天体観測を楽しめますよ。これはすごい朗報ですね。こんにちは、スミヤです。今日はドワーフ3の出荷時期についてです。11月25日の夕方。 きび団子さんから配送スケジュールについての情報が発表されましたね。なんと300台がもうすぐ出荷されるようです。7日以内に出荷って書いてありますよ。12月のね、2日ぐらいには出荷が始まるんじゃないかなという感じですね。これはすごいですね。多分工場から出荷されるのが12月2日で、 初回出荷分の300台は12月6日頃に日本の倉庫に届くそうですで。そしてその後ね、皆さんのお宅に届けますというふうに書いてあります。住所の変更がある方は11月30日までに連絡くださいという添い書きがありました。これは9月15日までに注文した方に限られているようですね。はい、300人来ます。すでにね、 1> 約1億円、1300人近くの方が注文しているようですから、残りの1000人の方はちょっとね、待たなきゃいけないようです。で、9月16日から11月24日までに予約した方はですね、クリスマス頃に日本に向けて出荷予定ですというふうに書いてあるので、多分ね、お正月ぐらいにはひょっとしたらつくかもしれませんね。 三脚についてもね、同じくクリスマス頃に出荷予定ですと書いてありますので、ドワーフ3専用のね、赤道儀モードで使うのに非常に便利なね、微調整がしやすい油圧式の三脚もクリスマス頃に出荷されるようです。合わせて注文された方は、両方お正月ぐらいに手に入るんじゃないかなというふうに考えています。最初の300台だけではなくて、残りの1000台も お正月ぐらいには届くんじゃないかなというふうに思われますね。お正月、ドワーフ3で天体観測を楽しめますよ。これはすごい朗報ですね。出荷がなかなかね、世界中でね、日本だけで1300台ですから、その10倍ぐらいはね、注文されてるんでしょうね。はい。と考えるとすごい勢いで大量生産を頑張ってやったということになるんじゃないかなというふうに思います。 詳しいね、話はこう書いてあります。9月15日までに予約された方は、12月上旬から中旬を目標にお届けする予定ですとえ書いてます。それから、9月16日から11月24日に注文された方は、12月下旬から1月上旬をお届け予定ですと。12月25日以降注文された方には、 1>, 1月中をめどにお届け予定です。ということです。だから今から注文してもね、1月中には届くようですね。素晴らしい。はい。ドアフ3。ついにね、世界的に大拡散の時期に入った感じです。まあこれでね、天体観測をスマート望遠鏡で楽しむ人がものすごく一気に拡大する印象ですね。シースター S50 でもね、 一気に拡大したんですが出荷までねやはりね半年とか1年近く待たされた方も多かったんじゃないかなと思います予約が始まってから半年後にやっと出荷が始まってさらに数ヶ月間は在庫がない状態でね予約注文の状態だったのが去年の12月ぐらいから即納に日本でもなってねすぐに手に入るようになったんですが、まあ、それから約1年ですが ついにドワーフ3も注文した方に全員届くという嬉しいニュースが入りましたね。シースター S30 はね、3月か4月ぐらいの出荷予定ですので、それよりはね、3ヶ月、4ヶ月早い出荷になりますので、非常にこのドワーフ3が今年の冬のね、天体観測で大活躍してくれそうな感じですね。皆さん。 今しばらくお待ちくださいということです。きびだんごさんに質問が来ていて、モザイクやパノラマ合成などの機能はいつになりますかという質問に対して、今ね、開発を進めていて、2ヶ月以内には完成する予定ですというふうに書いてあります。一応それぐらいをめどにね、考えているようです。はい。頑張ってほしいところです。今年の 年末年始はドワーフ3が大活躍するそういう状況になるんじゃないかなと期待しているところです空の暗いところに出かけてねシーースタ S50 とドワーフででで天体観測を楽ししんでみてはいかかがでしょうか私もね年末年始キャンプに行ってね暗い空で「シースター」と「ドワーフ3」を使ってね天体観測を楽しみたいと思っていますその様子なんかもね ライブで配信できればいいかなと思って準備をしたいと思いますので、乞うご期待です。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようならチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。えいえい！